孫悟飯、やっぱり生きていたか。今度は逃がしはしないよ。こちらもフルパワーを出して殺す。ああ、あなたでしたか。この巻物ですか。これは俺の過ごした時代の歴史です。17号と18号にみんな殺されてしまって、唯一生き残ったご飯さんも、母さんがタイムマシンを作らなければ俺も、そして地球は今頃。歴史を変える機会を作るのはあまり褒められたことではないがの。はい。ま、今さら言っても作ってしまったもんはしょうがないが。まさか、この歴史にまで、すぐに向かいましょう。トランクス。はい。あなた、分かっているわよね。はい。では、お願いします。いたはずだ。君ほどの強さがこの星のどこにいても分かる。何者だ。何者だ。なる進化の金いただくぞ。そのキリを。待て、いや、今の操る実力ではピアを倒すのは無理じゃぞ。しかし16号と戦って傷ついておるんじゃ、いくら2人かかりでも限りなくなるぞ。何なんだ。大変、すぐ楽にしてやる。ご飯さん、2人がご飯さん、おい、何をして
前の好きにはさせないぞ。いや、トランクス。ランクス、どうしてここに。確かにさっき、違う、もしかして君は。何やってんのよトランクス。あなたは行っちゃダメって言ったでしょ。でも俺にはご飯さんを見つけることなんてできない。ああ、だからだから。なぜ倒せない。いくら三人がかりとはいえ、俺の方が力は上のはず。なのにゴハンさんは殺させないぞ。トランクス、君は未来から来たんだよな。ブルマさんのタイムマシンが完成したんだな。立派になったな、トランクス。はい。そうだ、こうしちゃいられない。17号と18号が街を襲ってるんだ。そうだった。そしてこの後ゴハンさんは。ゴハンさん、俺も一緒に戦います。今なら、今の俺なら、もう足手まといにはなりません。何言ってるのよ。絶対そんなことしちゃダメよトランクス。ここでゴハン君を助けてしまったら、あなたが歴史を変えてしまうことになるのよ。それでも俺は。トランクス、お願い、トランクスを止めて。トランクス、何か俺に隠していないか。それは、大人になった君が無事だってことは、未来は大丈夫なんだな。ならこの戦いにもきっと意味はある。それで十分だ。そんな、嫌です、ゴハンさん。ランクスにもいい仲間ができたみたいだな。こいつのこと任せていいかい。会えて嬉しかったよトランクス。ゴハンさん、ご苦労じゃったな。ちょっとあの子には二の重い歴史だったわね。迂闊だったわ。にしても本当に飛び出していっちゃうなんて、これで本当に歴史を変えるようなことをしていたら、もう一度修正に行くことになってたわよ。そんなの余計辛いに決まってるのに。助かったわ、ありがとう。トランクスは少し休ませる方がいいじゃろう。巻物のチェックはわしらでやっておこう。しばらくあなた一人に負担をかけてしまうけど、頼むわね。